団地に住んでると、夫婦で生活をしてると、合算してそれなりの年収になると家賃が高くなるんですよ。で、シングルマザーとかだと家賃格安になるんですよね。なので、書類上離婚して、両親共に住んでるっていう家が結構あったんですよ。要は、紙切れ1枚出すと、家賃安くなるんですよ。じゃあ、紙切れ1枚出した方が得じゃね？っていうのが、北区民の考え方で、なので、結果として、実は離婚してたけど、別に周りも知ってるんですよ。まあ、言う必要ないんだけど、言っちゃうんだよね。で、そうすると、あ、じゃあ、うちも離婚するわ、みたいなって、その偽装離婚当たり前だったっていうか、人たちがいっぱいいるっていうので、なので、そういう形で、実は、金をその稼がないで、なんとか楽に暮らそうと思ったら、いろんなやり方があるんですよ。都営住宅 UR とかも、シングルマザーですとかだと、都内で結構いい土地の団地とかが、割と安値で住めたりするんですよね。早稲田のあたりとかにもあったりするんですけど、高田馬場ね。っていうのがあったりするので、なので、その公団住宅に住むためには、シングルになった方が得だよねっていうのがあったりするので、なので、いろんなやり方があるので、ね、お金を稼ぐとかってタイミングでできるんですよ。